はい、こんにちは、まやちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダーエグゼイドのデラックスジュージューバーガーガジェットです。はい、こちらはですね、先日の仮面ライダーエグゼイドのくるっと回りましたね、軽やかにね、放送で出てきましたね、レベル4のガシャットですね。じゃ早速開けていきましょう。はい、ガシャッ、ポン、よいしょ。はい、こちらがジュージューバーガーガシャットですね。はい、表側が黄色になって後ろがちょっとオレンジになってるね、どことなくあのマクドナルドみたいな、マクドナルドみたいな色合いですね。そして絵柄はこんな感じですね。はい、あと側面にはジュージューバーガーと記載されています。はい、じゃあよしんくん絶縁シートを取ってください。で鳴らしてみましょう。はい、ジュージューバーガーここってレッテッテッテのが良かったんじゃないの。あーそれダメじゃない。いっちゃう。ではゲーマードライバーにセットしていきましょう。はい、まずはスロット1で。はい、できます。はい、そしてレベル2にいきます。バンズにレタスにトマトにチーズ、ジュージューバーガーでってだったか。うん、はい、それではスロット1にマイティアクション X で、スロット2にジュージューバーガーガシャッと入れております。はい、でレベル4にしてみましょう。はい、I'm loving it。 では決め技スロットにセットしてみましょう。はい、ではガシャコンブレイカー。はい、それでは今回も変身対決やっていきましょうか。はい、ではまずはエイシン君から。うん、かな。はい、はい、じゃあお願いします。変身、またかっちょいい感じになってるし、うん、これ絶対パパダメなパターンでしょ。絶対パパギャグでしょ、これ絶対。じゃあパパ、じゃあパパ変身させてもらうわ。はい、変身。どうした？パパの頭にバーガーが。え？ほらもうパパやっぱギャグだった。そうだった。今回もですね、こちらの方に、アンケートをご用意しておりますので、エイシンクの返信はまあかっこよかったでしょ。うん、ただパパの返信はどうでしたか？パパの返信あの3択ぐらいでご用意してますので、ぜひアンケートよろしくお願いします。はいはい、ということで今回は仮面ライダーエグザイドのデラックスジュージューバーガーガシャットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。